解釈の屋根裏部屋。どうも、解釈です。どうもです。解釈です。常です。あのです。ゆうちです。お願いします。お願いします。まずはですね、はい、皆様新年明けまして、せーの、おめでとうございます。というわけでございまして、はい、いやしかしあれやね、はい、チャンネルを僕たくさんやってるじゃないですか、はい、何回明けましたかって言うねやろうってなるな。確かに。でもとはいえそれぞれのチャンネルで言いたいから。いや大事ですからね。なんですけども、まあ、今回は新年一発目ということでですね、はい、あのせっかくなんでちょっとフルメンバーで、はい、お送りしたいなと思います、はい、いやしかし明けたね。明けましたね、本当に2023年、うん、お正月はやっぱり、はい、まあみんなそれぞれね、はい、あの実はチーム解釈オフを取るんですけども、はい、まあどっかに行くとしてですね、うん、まあ実はですね、これまあ撮影してるのがまだ年明けてないんですよ、うん、そうなんですね。そうそう、だから各々の細かい予定も多分まだそこまで決まってないから、うん、今日はせっかくやったら、はい、過去、うんうんうん、そのどんな正月を過ごしてきたのかなとかは、うん、はいはいはい、はい、そんな話聞きたいなって俺は思ったんやけど、どうですか皆さん、その、うん、なんだろう、小中高でもいいですし、うん、この世界に入る前とか直前とかでもいいんですけども、うんはい、どんなお正月、うん、っていうか正月好き、みんな好き、好き、大好きです、うん、大好き、うん、あれ別に、あれ沢尻武志いましたね。別に2023年現れ沢尻武志あんまり、あんまりっていうか別に、え、なんかさ、はい、朝の雰囲気とかさ、はいはいはい、ちょっとあなんかいつもと空気感違うな、新年だなっていう感じしない？別に俺はぶっちゃけテレビ好きやってん。あー、わかる、わかります。正月というか、うん、なんか僕まあこれ小中高生ぐらいやけど、うん、小中学生ぐらいかな、うん、その28日ぐらいからやたらとテレビがおもろなってきて、おもろい、もう最高、はい、なんか、はい、で29日来て盛り上がってきて、はいはい、30また盛り上がってきて、うん、31はもう当時プライドを言うて、はい、格闘技なんかあったりとか、ね、あと新春隠し芸とかあったり、はい、なんか俺そのイメージがめっちゃ強いね、うんうん、ザッピングも楽しかったわ。楽しかった。いやそれテレビ好きやったんじゃん。いやそうっすね、うんうん、まあ、テレビっていう意味ではすごい年末は盛り上がりましたね、うん、ただその、うん、お正月を迎えたから何か特別な新しい年だからみたいなのはないっていう感じですね。ないの？ほんと？めちゃくちゃ寝てましたもん俺。ずーっと寝てました。テレビ見るか、起きてテレビ見て寝てをずっと繰り返してました。あとあれ興奮せんかった、年賀状。あー、楽しかった。誰から届いてんねやろうみたいな、うんうん、楽しかった、楽しかった。 あったの中野くんも、ほんまに。あれはありますよ、そら年賀状年賀状誰からも。めちゃくちゃ安武見るやん親衛隊待ちみたいな。失礼しました。年賀状書いてたの？書いてました、書いてました。どういう感じの年賀状を作ってたタイプなの？はい、確かに、うん、あー、その白い真っ白なやつをちゃんと埋めるのか、はいはい、なんかこの元々ね、このデザインがしてあるのか、いやでも僕はもうデザインしてあるのに それぞれそうメッセージみたいなのを書いてた。もう大人のやつやってたの？それ大人のタイプのやつやん。子供はなかなかそれやんないですよ。それそうなんです、やんないやんない。あ、もうし真っ白に。俺真っ白な、うん、僕プリントごっこっていうのを、うちもやってました、プリントごっこ。何それ、プリントごっこ？プリゴ今だったらね。え、知らん知らん、何プリントごっこ。え、プリントごっこ知んないっすか？知んない。何？その年賀状に、はい、この自分でデザインをね、はい、この作ってこうインクをやって、はい、ガチャコンみたいなのやったら、はい、こうできるっていう。そんなん買うお金なかったな。あー、言うた少年ごめんね存在も知らんかったな俺は手書き手書きで頑張ってたどんなん書いてたんすか？いや俺は、はい、まあメッセージを書くやん、はいはいはい、で結構そこそこの空きスペースを作って、はい、その年の絵を描いてたわ。あ、絵との俺がめっちゃ絵下手やから、はい、まあちょっとクスッと笑ってくれたらええやぐらいな感覚で、なるほど、描いてた記憶がある。なるほど。で描けもせんのに筆ペン使って、あー描いてた。はいはいはい。なんすかプリントごっこ？プリントごっこそんなあんの？ありますね。あったよな。ありますあります、うん、作んの自分で？そうです、そうです、はい、同じデザインのやつがだから大量に作れる、コピーみたいなことですよね。そう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 、シャイやん、そんな、うん、それも楽しかった、うん、僕も手書きでした。そうやんな、はい、めちゃくちゃ手書きです。もう何枚もちょっとふざけて、うんうん、あ、明けましたおめでとうさん母さんみたいな。めっちゃ明るいじゃんみたいな感じ。嬉しいわ、そんなの来たら。嬉しいな絵とかも描いて、絵とかも描いて、あ、いいね。
リュウジは？僕はお父さんが作ったこう写真とかにあの自分のメッセージを書いて送ってます。うわー、いいなー、ええー、とこの子やー、ね、これは家族の写真とか、家族の写真。あー、それはいいとこの子。え、小学校からそれやってたん？小学校、そうですね。ええー、とこの子やー、これすごいなー、素敵やね、うん、お父さんがしかもそれをやってくれんねや。あ、そうです、うん、あー、素晴らしい。それ憧れあるわ。でも俺やりたいっすもん。何？いつかあの家族の写真の年賀状、あれはちょっと憧れありますね。コロッケも入ってたみたいな。そう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 。でもなんか受け取るのめっちゃワクワクせんかった？俺ポスト団地やってんけどさ、うんうんうん、団地っていうかまあちょっとコーポみたいな、うんうん、こうアパートみたいなとこやってんけど、うん、下にこう銀色のさ、はい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 、ポストが並んで、集合ポストが、うん、俺あれもうなんかすげえドキドキしながら、うんうん、恐る恐る俺朝行ってたの。そうですね。なんか目覚めんのよ。うん、わかるわかる。どれぐらい届いてんのか。わかるわかる。わかる？わかります、めっちゃ。輪ゴムついてたらちょっと。そう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 。でもうち兄弟おるから、うん、で、うちの親にも来るやん。まあまあそうっすよ、ね。輪ゴムは基本ついてんのよ。うん、基本束やねんけど、うん、これ分の何俺やねんみたいな。仕分けられるんですよね。そう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 。あれめっちゃ俺ワクワクしてたな。したしたした。で、1日よりもやっぱり2日とか3日ぐらいの方が届いてたり、うん、あんなんあった？ありました、ありました。僕もそのめちゃくちゃワクワクして、うん、僕も団地だったんですけど、うん、それこそ銀のポストですよ、うん、集合の、うん、あれをもう僕がもう真っ先に行って、うん、撮るみたいなことして全く同じことしてた、じゃあその時友達おったんや、うん、今もいますよ、少ないですけど少ないですけど失礼しちゃうわね、いるのにね。失礼しちゃいますよ、いるのよ。いるんすよ。え、今年賀状ってどうしてんの？いや、僕はね、もうね数年、え、2年前ぐらいからもうや、うん、書いてないかもしれないです。あ、やめたんだ。やめました。はははは。確かになんか、うん、この LINE とかそれができてからもうなんか書かなくなっちゃいましたよね。あ、常もやめた。僕も書かなくなっちゃった、うん、はい、みんな他は書いてないですね。僕も書いてないですね。僕は一応先輩とか大学の先生とかには書いてるんですけど、友達とかはもう LINE でやってます。今どうなってんの世の中？年賀状ってもうあんまないの？まあでもやってる人は全然やってるとは思うんですけど、うん、うちやってるで。でもうちはちょっと夢中だから、はい、今年はあれなんだけども、うん、あの結構やってたで、ずっと。みんなやめてんねや。はい、そうですね。書いてはいたんですけどね、はい、前までは、うん、送られてけえへん。でも来ますけど、うん、来たら返します、うん、僕は。ああ、うん、来たら返すパターンね、はい、うん、俺は俺好きやねんな。いまだに年賀状って結構好きで、うんうんうん、なんか嬉しいやん、送られて。嬉しい。書いてんすか？え、書いてんすか？だ、うちは嫁サックがそれこそ家族の写真をプリントやって、うん、で一言書くやつ、うんうん、今年もよろしくお願いします、はいはいはい、人によって一言変えるみたいな、またご飯行きましょうねとか、はいはい、そういうのをやってた。やってた、うんうん、来てないですけどね。ね、来ました？いや、来たことないな。常は来てないです。中野君来た？あ、来てないです。ゆうじゃん、まあ、まあね、初めてもんね。おー、あれ、あ、ラジオ、あれ、これは怖い怖い怖い、喋る気ないな、すごいな。住所知らん社長なのにみんなの住所知らん。いや、それはぶっちゃけた話、うん、気使わすん嫌やから。あ、まあ、確かにこっちも出さなきゃいけない。俺が送ってしまうと、そう、うん、確かに返さなきゃいけないって、はいはいはい、なるかもしれないから、だから新規は送ってないって感じ。なるほどなるほど。要はどれぐらい前だ、それで言うと。俺も言うてもそんなに仲良くしてこう友達が増えていくタイプではなかったから、うん、どれぐらいだろう、7、8年、9年ぐらい前からもう固定の人たちに送ってる、うん、ああ、なるほどなるほど。そうそう、だから新規出会った人には送ってない。うん、お前たちは新規なんか別に悔しくないけど、悔しくない。立てて言われるとなんか角はあります。まだ浅いから嫌だなあ。そう、うん、俺でも好きやねんな、餅とかも好きやったしな。そう、正月はそういうなんか食べ物もそうだし、うん、いろいろ変化があるから俺も大好きっすね、うん、なあ。まあでもやっぱりこの世界入ってからはね、どうしてもカウントダウンライブとかがやっぱりあった。まあそうですね、ねえ、うん、中野とかどうしたん？俺は芸人、俺安武とかさ、俺とか僕は芸人やってる時はカウントダウンライブあった、やりました、やりました。もそうや、はい、まあ、リュウジはまだね、はい、子供の時やったろうと思うけど、この世界入ってからとかはそういうなんか作家とか入ってたでしょ？いや、もう全然入ってないですね。それで言うと僕本当に全然売れてない、売れてない作家、売れてない作家なんで。え
抱きつかれたんですけど、わからんのよ、ラジオでかどうなの。あと感情移入がなんかしづらい、なんだろう。芝居がかってるからかな。特にそのなんていうんですか、そのお正月のライブとかテレビとかに入ってるような、うん、あの仕事。じゃあどうしてたの、プライベートに。例えば友達となんかカウントダウン行ったとか、それとも部屋で友達呼んでとか、どんなこう年越しをしてたの、うん、俺らはいつももうお客さんと一緒に19、8、ニューイヤーでもずっとやり続けてきてたんけど、いや、やっぱりこれもう悲しいかな、バイトばっかしてました、ね、えー、ああバイト年越し、わかる、一緒っすよ。え、年越しバイト、年越しっていうか、もう普通に31も働いて1も働いてみたいな。違う違う違う、俺聞いてるのはその、はい、マタギをどうしてたの。そうそうそう、あ、マタギはもう完全に家でただただ例えばガキつか見るとか、うん、そういうことですよ。でも次も朝早いし、うん、日常と変わんない感じです。あ、なんかその日またぐ時に、はい、イエーイとかなくってこと。あ、もう全然ないですね。あ、気づいたらもう、あ、1日になってるわ。一応時計見たりすんの、そのまあ一応そのね、なんか、いやでも気になる、自分のカウントダウンとかすんの、はい、いや俺あんまりない、ないから今まで、うんうん、あ、そんなしない、ほぼしないですね。あ、じゃあ今トンボ言ったように、はい、ああもうまた出たみたいな感覚。もう全然あります、あります。だってガキの使いなんてさ、はい、終わるやん普通に、うん、あの年越しちゃうもんね、はい、あの見てたから、ね、あ、そうやったっけ、うん、そうです、はい、あのいつからかそうなったよね、うん、あのだから、そうかそうか、特別1日になったみたいなこともなく、そのままスペシャルで続いてくるから、うんうんうん、そうですね。なので全然変わんないと思います、日常と。へえ、はい、でも俺もそうっすわ、一緒、はい、その芸人やってたって言ってますけど、俺も売れてなかったんで、うんうんうん、今泣きついてます、はい、そうなんで、うん、マジでカウントダウンだから最後の方に1回2回とかやらせてもらいましたけど、うんうん、マジバイトしてましたわ。あ、でだからそういう時代で、元旦からで大晦日元旦入る人いないじゃないですか、うん、で僕東京出身なんで、うん、実家帰るとかないんで、うん、重宝されるんですよ。あー、なるほど。だからその時代がすごい長かったんで、多分その中で正月に対する感情が消えてったのかな。あ、そうか。確かに高校になってから俺もバイトしてたわ、うんうん、なぜなら、マジっすか、なぜならば俺マクドナルドでバイトしてんけど、うん、なぜならば1月1日の時給だけめっちゃええん。そうそうそう、あ、そうか、時給アップがあるんだ、なんかね、何百円レベルでちゃう。だいぶ違いますね、全然違う。俺確か100、200円ぐらい違うくて、それでかいっすね。だから俺元旦はその高校の時はもう朝からポテト運んでたわ。あー、なるほど。みんなが嫌が、当時ね、うん、みんなが嫌がる仕事やったから、思ったより20キロぐらいのやつをこう100運ばなあかんねんけど、へー、それをやってたな。なるほどね。なんて言ったって時給が200円も高いじゃん。いや、時給で200円は相当でかいな、簡単に。いや、まあでもそうね、人それぞれやね、過ごし方で。そうですね。でもみんなもう大人になってな、うん、それぞれ、まあ、多分おそらく今旅行してるのかな。うん、はい、リュウちゃん実家帰るって言ったね。はい、帰ります。積もる話しておいてな、はい、親御さんに、はい、うん、悪口言わないでね。悪口はないです。悪口良きようにお伝えしておいてください。はい、本当に、はい、はい、というわけで、じゃあ質問いきましょうか。はい、一旦広告です。さあ、では安武さんお願いいたします。はい、それでは、屋根裏ネームないんですけれども、はいはい、この、あの、名前が変わったじゃないですか。あ、あの、表記の仕方がね。これいいのかな、そのままで。AK ハッピーさんでいいのかな。はいはい、はい、いきます、質問です。はい、皆さんの車の中でこだわりってありますか。例えば車の方向材とか何でも構わないので、よかったら教えてください。あー、うーん、なるほどね。はい、うんうんうん、車のこだわり、こだわり、うん、そうですね、俺はかなり綺麗好きかも。うんうん、車内も外も、外も、うんうん、車内もかな、うんうん、だからじゃあ部屋とか、うん、家とかもそうなんて言われたらそこまでじゃないねんけど、うん、なんか車は、うん、俺めちゃくちゃ綺麗にしたい、うん、ね、うんうん、どうですか。僕はもう本当に自分の好きな、それこそカスタムとかしてるんで、うんうん、めちゃくちゃこだわりありますよ、やっぱ中。まあ中はそんなに、なんて言うんでしょう、できることは少ないんですけれども、うん、ちょっとあの、なんて言うんですか、あのダイヤルみたいなのがついてるんですけど、そこをなんかシルバーのこのやつをはめたりとか、もう誰にも別に、ね、見せるわけじゃないですけど、うん、自分がテンション上げるための
カスタムを自己満足だ。もう完全なる自己満足です。はい、バンパーとかも変えてるし、タイヤも変えてるし。めちゃくちゃ変えてるもん、ね。変えてます、変えてます。ホイールも変えてる。変えてます、変えてます。多分100万以上かけてるやろ。かけてます。すごいな。はい。難しいやろうな。その辺が。やっさきあんまりなさそうやもんね、そういうカスタム。ここは全然ないっすね。ただ車内で言うと、匂いっすね。匂いね。はい。部屋に置いてあるディフューザーがあるんですけど、それの会社。からなんか送ってきてくださって、いつもご愛用ありがとうございます。車用ってこと、はい、同じ匂いする赤ワインの匂いなんですけど、やすたけーやすたけー赤たけリュウジいつでも来てえから赤ワインの匂いって何なんだ赤ワイン。でもそれこそドバシ君も使ってるやつなんですけど、あ一緒っすよ、トンボさんもあれか、あの瓶のやつか。そう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 。え、お前も使ってんの？俺車には使ってないですけど、家使ってる。いや、ドバシ君にそれこそプレゼントしてもらったんですよ。はい、そう、車用があるってこと。それの車用がエアコンのところにつける。匂いね、はい、その匂いがちょうどいいんで。あ、そうなんね。はい、だから俺匂いも実はちょっと、こだわりたい部分はあったりすんねんけど、嫁作が苦手やねん。で俺 LC 乗ってんねんけど、時に嫁作も乗るから、だから匂いはつけてないね。ちょっと僕も車の中の匂いはあんまこう匂いがするのがちょっと苦手なんですよ。だから匂いは僕もつけないです。つけてないね。はい、なるほどね。常は、僕はもう全く何にもこだわってないですね。なんかあんまり興味なさそうやもんな、常に車にね。なんか例えばそうやって自分の、あ、これかっこいいな、これ乗りたいなって買って乗ったらこだわるとは思うんですけど、今やっぱ家族の車っていう感じなので。そうだね、はい、それこそここで一回話したと思うけど、なんかハマーみたいな乗りたい。あ、そうですね、もうそんなんなってきたら多分だいぶ変わってくる。なんかめっちゃ派手になりそうやな。派手になりそう、マジで。で、なんかその外装とかもエグそうやな。どんなんなるんやろ。まあ、派手がいいでしょ。派手がいいっすね、やっぱり。派手がいいんだ、やっぱ。車まではレインボーの車くないの？あ、いや、あのね、車はカラフルっていうよりもどちらかというとやっぱトンボさんみたいな、ああいう渋めに、あ、したいなと。へえ、派手じゃないねや。派手というよりもいかつい感じにはしたいなと思います。なるほど。ああ、そこはちょっとイメージはそんなイメージ。マッピングとかそういうことではない。ではなくて。ああ、なるほど、はい、なるほどね、はい、中野くんはどうなん、こだわってそうやね、うん、そうですね、僕はもうジムに、あのジム自体がなんかいろいろ変えられる車なので、うん、内装はそれこそ買った時とあんま変わってはないんですけども、いろいろつけたりはしてますんで。変わってはないけどつけたりしてるってこと。紹介した動画が あるんですけども、その、ジムに紹介した時、それと、みんな知ってるよ、あれ。サスクチャンネルですよ。それ以外にあるの。失礼しました。ショーの自由時間の話。ショーの自由時間では一切出してないです。あの時、いろいろ実は変えてたじゃないですか。いろいろ。あ、そうね。あの時と変わってはないんですけど、あの時と変わってないこと。はい。変わってないんですけども、いろいろ変えてはいます。え、いろいろ変わ、なんて、いろいろ変えてはない、変わってはないんですけども、いろいろ変えてはいますっていう。あの時と変わってないんですけども、新車の状態とは、いろいろ違いますっていう。ああ、はい、そういうことね。今後変えるつもりもないの、こだわってるところはないの。確かに確かに。今結構、現状結構満足してまして、はい、特に今、何々を変えたいみたいなのは特にないんですよ。ないねや。ただ、まあ、やるかどうかわかんないですけど、やるとしたら、あの車高を上げたいっていうのがあります。上げたいんやったら上げたいやん。でもなんか車検が通る通んないみたいな、ちょっとグレーなんですよね。5メーターぐらい上げたいやん。5メーターどうやって乗る。目立つぞ。はしごで、はしごで、立てるな。はしご目立つで、でも。めちゃくちゃ暴れてるなってなるで。めちゃくちゃ暴れてますね、それは。でもジムニーってな、どうなん、まあ好みやろうけど、結構ちっちゃいやん。ちっちゃいっす。ちっちゃい車で車高上げるのもどうなんやろなって、俺はまあ思っちゃうな。好みやとは思うけども。上げ幅によるか、でもそれは。そうですね、ちょっと1インチ、2インチ、3インチみたいな。タイヤ大きくしたりして。はい。だっていじれる車だもんね。そうなんですよ。なので、まあ、やるとしたらそれかなと。なるほどね。はい。リュウジなんかで言ったらいつか車欲しいとかあんの？車欲しいですね、いつかは。欲しい？欲しいです。どんなんが欲しいの、リュウジ？いや、でも被っちゃうんですけど、ちょっと、ゲレンデじゃなくて、あれ、ジープいいなと思って。あー、ジープ！本当？はい。なんかランク上のやつ言うてもだから。そうっすね、いきなりゲレンデ出てきた。ほんまはゲレンデちゃうのよ。そうっすね、気使って下げて。今、リュウジの優しさが出て。本当はゲレンデなのに。本当はゲレンデなのに。ここはちょっとトンボさんリスペクトを出した方がいい感が今出てるけど。いや、ラングラーかっこいいなと思って。え？カスタムも
ああそうなの、はい、お前似合いっすやな、うん、似合うよ、えらんぐらいいつか買ってほしいわ。何色がええ？いやでも黒です。あ黒、はい、いいやんか、ええやんか、受け継ぐもある。そう俺も今思ってん、なるほどね。なんか最近トモさんの鼻ピクピクしてて、そうっすね、何やったっけ、ゲロやったっけ、なんか。ドクターゲーな、ドクターゲロっていう色や。違う違いますよ、なんすかドクターゲロみたいな。違う違う、ゴビです。あ、ゴビ、ゴビ、なんすかゴビ、わかんやろ、わかんない。ゴビっていう、新しい色が、そう、ゴビから、まあ新しいって前のやつもあったんです。ゲレンデじゃないわ、ラングラー。ゲレンデ挟むな。ラングラーでゴビっていう色が、ゴビカラーっていう、要はゴビ砂漠っていう。ああ、はいはいはい、食パンの耳みたいな色。そうっすね、例えが。そうそう、例えがわかりやすいやろ。いや、ゴビ砂漠の砂漠色でいいじゃないか。ゴビ砂漠がピンとこない。でもそういういわゆるベージュ系の砂漠っぽいイメージのを、うん、鼻ピクピクしてた。でもね、ほんと手に入らんのんすよ、そのゴビが。もうめちゃくちゃに100台しかない。すげえ。世界、日本、あ、日本かな、日本で100台しかない、100台しかないんすよ。それは高級になってくるわ。高級で、そうですね、だから手に入んないんで、本当は、うん、本当はっていうか、まああの、それに乗りたい、いつか。今ちょっとワクワクしてるんでしょ。そう、ゴビがどっかのタイミングに出たら欲しい。まあでも100台限定だと厳しいだろうね。厳しいんですよ。でもしも転売屋みたいな人がおってさ、うん、ゴビをゲットして売ったとしても相当高いお金になるだろう。もう全然めっちゃ高くなってると思います、うん、でもなんかわかんないけど、今の話で言うとトンボが何かしらこうゴビなのか何なのかになった時に、ひょっとしたら受け継ぎマジであるかもしれない。あるかもしれない。でも新車がいいか。いや、そんなことないですね。そんなことないんだ、はい、うん、じゃあこだわりはないんで。こだわりないの。はい、じゃあください言うといたら、今ラングラーください。はっきり言ったな、まっすぐと。くださいって言いましたから、ね、売ってください。無料でな、うん、無料で車検はこっちでやるからな。そうです。でも嬉しいわ、でもそれは、うん、おラングラーちょっと異常なほど人気やもんね。ラングラーそうですね、うん、人気ありますね今ね。だって定価自体がボカーンって上がってる。もうだって僕買った時より200万ぐらい上がってます、定価が。定価がですよ。定価が、はあ、いつぐらいに欲しいとかあるの、リュウジの中で。いやもう期間は決めてないんですけども、うん、ちょっと頑張って買えるように頑張りたいですね。車、はい、まあまあ若いだから、一番若くで買ったのうちのチームって言ったら中野くんになってくるのか、うん、そうですね、そうですね、去年、うん、みんな車買ったもんね、チームから買いましたよ。すごいな、人橋くんも買うて、はい、今あの車どこ行ってんのやろな、どこ行ってるんすかね、本当にね。レネゲード、レネゲード、レネゲード、うん、もうええと思うで言って。まあ言っていいか、うん、うん、皆さん事件です。はい、事件って言わない。土橋くんレネゲード、はい、撃ったらしいです。お疲れ様でした。撃ったんだよ、撃、はい、ったんだよ、土橋くんはレネゲード。びっくりしたよ。土橋くん、実は、うん、もう今やから笑って話したんだけどもね、うん、卒業して、うん、3日以内に撃ったらしい。ジープの松本さんが、うん、むちゃくちゃびっくりしてたらしい、ね、びっくりして白目向いてたっていう。売るんですか。まあまあでもぶっちゃけね、土橋君はやっぱ一からスタートっていうところで、そうそうそう、で新しい家、うん、もう借りなくちゃいけないってなった時に、うん、やっぱり駐車場代もかかるし、そうそうそう、いろいろかかるかかるってなったからっていうのももちろんあるんですけど、まあね、うん、まあそれはしょうがないことだし、泣く泣くですからね。あと買ってからそんな経ってなかったから、うん、なんかいい感じで高値で、そう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 、ね、はい、よかったよかった、売れたみたいでね、それはそれでもう自由ですから、うん、よかったりするんですけども、うん、リュウジが車買うとかなったら、まあテンション上がるわな。何でも似合いそうやけどな。あ、車似合うぞリュウジは、うん、なんか、うん、めっちゃめっちゃモテんじゃん今。どうなん、なんか来たりすんの連絡。連絡はちょこちょこ、はい、うん、いただいてますけども、うん、おー、DM とかで。あ、DM で、はい。どんなの、いいじゃん、え、あの彼女にしてくださいみたいな。え、そんなストレートに、結構ストレートに彼女にしてくださいって。あ、はい、あ、お食事行きませんかとか。ええー、わ、すごい、調子乗んなよ。あ、ちょ、任してください俺に。調子乗んなよ、はい、中野さん俺に任してください、はい、俺が代わりに言ってる、代わりに言ってる、はい、そうやって、はい、今はチヤホヤされてるかもしれないけど、はい、耐えて一生懸命働いてる人だっているんだからね、中野さん。あえて作らずに頑張ってる人もいるんだから。あえてだったんだ。いや、そりゃそうだろ。あ、そうだ、あ、そうなの。もうたくさん DM も来てるし、うん、彼女もなりたいですって言われてるけど。あ、言われてんの。全部断って。え、そうなの。仕事に集中するためにやってる人もいるんだぞ、リュウジ。すみません、覚えとけよ。はい、そんなデレデレすんなよな、中野さん。こっちはね、はい、
二度と送んないでくださいよ、DM とかそういうの、本当に。本当に。あ、そうだ、そうだったな。だ特にもう、まあ、言っちゃうと中野さんなんですけど、うん、もうその付き合う気ないですから、中野さんは。ああ、そうだ。まあまあ返しとんねん。え、中野さん。まあまあ、はい、大丈夫です、ここはもうカッコつけましょう、大丈夫ですから。中野さんは、まあ、聞こえたっすよ、まあまあ返しとんねん、まあまあ返しとんねんって聞こえた。違う違う違う、仕事にね、集中っすもんね、うん、彼女欲しいからまあまあ返しとんねん。DM っすか、DM、まあまあってなんすか、ほんまはどうなんすか、しっかり返してそうなんですけど、しっかり返しとんねん。え、それで彼女にしてくださいっていうのも来てるんですか。ごくごく稀には来ますよ。あ、来てるんだ。それにまあまあ返してるんだ。ほしたら彼女できてるんだ。できるはずですよ。これもできますよね。これが不思議なことに、うん、できひんねん。なんでなんでだよ。彼女にしてくださいって連絡が来てるわけでしょ。はい、それに返してる。返してるわけでしょ、うん、なんで返してるんですか。いや、まあ、あの、ありがとうございますみたいな感謝ベースで返してますよ。うん、うん、はい。え、感謝ベースで、あ、返してるってそういうこと。あ、そうです、そうです。ああ、一回食事行きましょうみたいなのはないってこと。まあ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 、タイプじゃないねん。ちょ、今どっちが分かるやろ、どっちが言ってるんだ。タイプじゃないねん、中野や。あ、中野。タイプじゃないねん。ぐちゃぐちゃ来る人が。もう中野さん、はい、もう俺が言ってるやん、もう、もう、はい、あいつらに言ってやりますわ。中野さんちょっと優しいんで言いづらいかもしれないけど、はいはい、タイプちゃうねん。どうやって知るんすか、うん、そのタイプじゃないの。そうそうそう、見たわかるやろアイコンとか。え、それは逐一見に行っとんねん。アイコンからどんな写真あげとるか、誰の意見なんすかそれは。中野や。関西弁やろがい。わかるやろ。もうあかん。いや大丈夫っす、もうあかんねん、もうそろそろあかん。え、もうそろそろこれもあかんでしょ。何がっすか。何がわかんの。あかんでしょ、全然あかんの。だって俺チーム会ザックでさ、はい、みんなに別に言って、みんなっていうかまあ仲間やけど、はい、あの全然そういうのいいよって俺は言ってるやん、はい、チーム的に別に、はい、自由だよってね。そうそう、それも視聴者さんかもしれないけども、うん、それは恋は別にええやん、うん、自由やから、はい、何もあかんことないやんか、うん、そっか、うん、そうっすよ。あ、そっかそっか、そう、確かにそういうこと、うん、独身だし。そう、うんうん、で安武こんなにさ、まあ面白くやけども言うてるやんか、はい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 、なんでこうなることを想定してさ、安武に言わんとこうとかならへん。全部安武知ってるやん、お前のこと。逐一もう、うん、なんか起こったらすぐ俺に言ってる。これもうさ、中野言ってくれって。違いますよ、もう安武さんとか言うもんね、はい、いつも。でも、まあ、はい、まあこれね、うん、全部もうエンターテインメントですから。そうそうそう、嘘、はい、嘘っすもんね、全部もう全部でもね、はい、困った結果エンタメっていうやつめっちゃ嫌いな。あれ、おかしい、めっちゃおれへん、嫌われたな。おるやろそういうやつ。そうっすね、なんか荒らすだけ荒らしてエンタメなんで、うん、俺ああいうのめっちゃ嫌いな。ふざけただけですみたいなね。そう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 、エンタメになってねえじゃねえかっていうね。そう、いやエンタメやんみたいな。ほんで一部のファンがさ、うん、いやそうだそうだエンタメだ。嫌い。それに気づかない方が悪いみたいな。そうそうそう、エンタメならみんな楽しませんかい。ほんまそう、傷つける人作ってあかんやん、そんな。まあでもエンタメだもんな。そうっすね、これエンタメっすもんだって、はい、え、これエンタメっすもん。エンタメ、察しが悪いわ。あ、察しが悪い、察しが悪いわ。、はい、本当の話じゃないってこと。これも嘘っすね、全部。こっちも全部、あ、全部嘘だな。どっか、どこまで、うん、そっから全部嘘です、もう。全部嘘ですよ。全部全部嘘っす。何が全部な。もう全部嘘っすわ、中野さんに関しては。はい、全部嘘。あ、DM も来てないってこと。全部嘘です。はい、はい、あ、来てないね、とか、はい、今好きな子がいるんであんまそういう話をしてほしくない、それだけです。あ、それは本当、それは本当、あ、それは本当ね、中野さん、それが本当です。それは本当なの。それは本当です。おい。え、本当、おい、出たわ。ちょっと、ちょっと、新年早々。新年早々出ましたね、新年一発目。本当、おい。中野の本当、おい。本当、おい。じゃ、俺ほんまよう分からねえけど、うん、じゃ、ええやん、好きな人って。なんでそれを伝えて、はい、うわーとかなんの。あ、まあまあまあ、それただの照れですね。恥ずかしい、ね、はい、シャイボーイなんで。そう、シャイボーイ、シャイボーイ、しょうちゃん。シャイボーイ、しょうちゃんなんですよ。じゃあ、なんで、あ、どうぞ挨拶。はい、どうも、シャイボーイ、しょうちゃんです。ちょっと待ってね。あ、ほっぺた、ぬっくぬくだ。照れて。
テレテレテレって言ったよ。テレテレテレって最後テレテレテレって言ったよ。テレテレテレって言ったよ。テレテレテレっていう、そういうギャグなんですよ。テレテレテレっていうのが今映像もお見せしたかったな。見せたかった。いつか映像でお見せしたかった。笑いたい。そういうギャグです。テレテレテレじゃないよ、ほんと。本当中野もで不思議だよね。そんなんやのにさ、俺らに好きな子ができましたとか言うやん。そう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 。うん。まあ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 。まあその辺はシャイボーイなんで。あれシャイボーイ。シャイボーイ。どうもシャイボーイしょうちゃんです。ほっぺたぬくぬくテレテレ。決まりましたね。決まりましたよ。はい。結構ほっぺをよく使いますよね。ほっぺが面白ワードだと思って。中野さんの中でほっぺが面白ワード。ほっぺがよく出てくる。いやでも全力で応援しようかな俺らマジで。ありがとうございます。2023年本当に中野くん恋が実りますように。いやそうですね。ちょっとまあ前もね話したと思いますけども、じゃあ例えば実ったとしたらそれはもう動画にはしないから。一切しないから。はい。ね。まあ屋根裏部屋だけではちょっと皆さんと共有して楽しもうよ。ハッピーおめでとうって言いたいやん。なるほどなるほど。確かに確かに。まあそんなもんまあなかなか良ければということでね。はい。リュウジもすね。ああそうや。リュウジも。そうだ。いい人見つかるといいね。確かにね。リュウジ彼女できたらほんまに中野君いやもう気持ち焼きそうやな。本当に。ちょっと一回面接はしますね。面接？えどういうことどういうこと？リュウジの彼女面接。はい彼女面接。どんな人が来るのか。え、付き合う前にってこと？まあまあそのまあ意思が決まりそうな時に。意思が決まる。最終とし最終ちょっと付き合うと思うんですけどみたいな。うん。え、リュウジが。リュウジの意思が固まる前に。固まりそうな時にいやもうちょっと次付き合いたいと思うんですけどみたいな段階でじゃあちょっと一回会おうかと。じゃあまあ。中野さんのその面接を通過しないとリュウジとは付き合えないってことなの？そうですね、もう面接落ちた場合もう絶好ですね。じゃあ中野くんのその好きな女の子に俺も会っていい？あ、面接ね。ああ、絶対ダメです。え？いや、それはだって師匠じゃないですもん。あ、師匠じゃない。リュウジは弟子ですもんね。そうっすよ。あ、じゃあトンボだ。あ、そうだそうだ。トンボはいい？あ、ダメですダメです。師匠じゃないですもんね。そう、師匠、そうっす。中野くんの師匠誰なん？師匠はこれはやばいぞ。え、何ですか？いや師匠、いや僕はもう師匠、うん、なんか師匠としてもう今はいないんですよ。なんで今はどういうこと？はい、もともといたの？もともと師匠としてあの安谷さんに人間関係とかいろいろ教えてもらって、じゃあ安谷師匠やん。でも弟子を取るってなって、うん、そこも変わっちゃった。ああ、もう師匠になっちゃったからってこと？自分が。そうなんですね。僕は今だって親衛隊隊長なんで師匠ではない。ああ、そうかそうか。応援してます。そうです。そうかそうか。じゃあもうこんなんやってあれやけど、別に龍二お前師匠ちゃうで。ついについにはっきり言った。みんなが分かってたことはっきり言った。分かってたことを別にちゃんと言った。まあ動画上分かりやすくしてみたいな言われるけど、師匠ではないと思います。そうですね、うん、なるほど、うん、そういうことだな。2時まで面接増やしちゃう、そうなんつって。いいですね。はい、顔真っ赤っか。あれ、出てる出てる出てる。あ、ほっぺぬっくぬくてってれて。いや、変わってるやん。変わってる。変えるな。けけけになった。てってれて。忘れんな。忘れないで。面白いですね。じゃあね、一発目の歌いきましょうか。いいですね。はい、一旦広告です。さあでは行きましょうか。はい、またリュウジありえるね。はい、これ楽しみだな。偏りますからね。偏るよ、確率は。これが出たリュウジね。はい、じゃあ行きまーす。この方、練習一発目、スネ。おー、いいね。久しぶりじゃない？久しぶり、めっちゃ久しぶり。好きなんだよ俺、スネの歌。じゃあタイトル、この方。はい。あ、リュウジ。リュウジだ。はい、リュウジがタイトルやから、いい、ね、うん、はい、ちょっとまた頑張って締めてくれる？いやこれいいの。お前すごいな、年末年始と。確かに、ダブルでタイトルが出ますね。さすがや、いっちゃいましょうよ。はい、
年末年始と、曲のタイトル発表させていただきます。ありがとうございます、うん、まあ、今回はね、一発目ということで皆さんの正月の過ごし方なんかを話して盛り上がりましたけれども、盛り上がったな、上手だよね、うんうん、歌っていただくのは、はい、常さんで、はい、タイトルは、うん、俺の正月の過ごし方、お願いします。いいやん。Yesterday! Yesterday! あ、10! あ、9! 8! 7! 6! あー、まだ Yesterday! まだ Yesterday! あ、そうやな。いつからカウントダウンしてるの？6! 5! 4! いや、4! 5! 6! まだまだ Yesterday! カモンカモン待ってるぜカモン、あ、年明けよ、あ、6、5、4、6からなんだよ、5、6、7、もっともっと Yesterday 戻っちゃった、なんで6からなんだよ、カモンカモンカモン待ってるぜ、ワン、ツー、ゴー、4、3、2、1、おー、2、3、4、おー、イエスタデイ、何来ないな、何これ、カモン、戻っちゃうだろ、絶対に来いよ、めちゃくちゃおもろいやん、これ、何これ、3、2、1、0、1、2、3、おー、1回来たな、1回来たぜ、1回来たよ、なってたよ、4だよ、3、2、0、1、0、1、1、2、3、2、1、0、ハッピーニューイヤー、いや、めっちゃ笑った、めっちゃ笑った、どういうことなんだよ、どういうこと、正月何にもなかった、何にもなかった、これから正月っすね、あいや、もう最高の歌でした、最高だったな、やっぱりどこか2700味があるよ、いや、ある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 、でもなんか俺めっちゃおもろかったっすよ、あー、よかったっす、あー、とか言ってなんで6から数を、気持ち悪かった、なんか一回来たし、いや、最高でございます、最高、いや、2023年もね、はい、屋根裏部屋も100回超えてますから、いや、本当に引き続きちょっと頑張って盛り上げていきたいなと思いますんでね、はい、コメント欄の方にお悩み相談や質問の方引き続きよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、そして2023年もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、というわけで以上、岡崎とトンボと安田と常と中野と龍二でした、ありがとうございました、ありがとうございました。